なんかね、サボテンってなんかチクチクしてるからさ、甘い味じゃないかなと思っちゃったの。そうそう、朝も実はこの同じ服着てました。そう、朝からパジャマじゃなかった。しんじいちゃんさん、リップありがとうございます。ただの魚さん、かわいい、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。そう、サボテンってさ、チクチクしてるから味もツンツンしてるのかなと思って、甘くないだろうなと思ったら、割と白ぶどうって甘めですね。意外、サボテンさん。キュウリだよ、キュウリだよ。こんばんは。ジェイさん、かわいい、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。ルマンドの、へえ、おいしそう。ははははさん、初見です、ありがとうございます。こんばんは。まあ、そう、なんか甘くな、だから甘くないすっきりした味かなと思って、ミント系かな。確かにアロエの味もしそう。サボテンステーキとかあるの？え、何、サボテンをステーキにしてるの？何、それともステーキがサボテンみたいなの？わかんないなさ、鼻声なのはごめんね、鼻が詰まってしまってですね、花粉ですね。そう、朝は全然なくて、急に来て、そう、急にくしゃみが出始めて、あんま薬飲みたくないからね、基本毎日薬飲まないんですよ。ひどい時だけ薬を飲むって感じなので、そう、くしゃみがね、たくさん出始めたのが、そう、夜遅かったから、7時過ぎとかだったから、もう薬飲むの嫌になっちゃって、ちょっとこのままですこんばんは、こんばんは。サボテンステーキ、サボテン、どんなものだ。プリントサゴジュプリ、ありがとうございます。なんだろう、サボテンに、サボテンがそのものに近づいてるのか、それともそのものがサボテンに近づいてるのかな、難しい。ただの魚さん、尊い、ありがとうございます、ありがとうございます。まあ、花粉症なので、花粉、今はね、ブタクサとか稲とか杉とかかな、かな。サボテンステーキ、どんなのか見て、緑なんだ。ステーキがサボテンによってるんだ。サボテンソフトクリームも調べよう。ソフトクリーム、色だねサボテンソフトクリームは完全に色だね。ああ、すごい、すごい、すごい、どうやって作ってるんだろう。すごい、サボテンステーキもすごいし、サボテンのちゃんと形をしたさ、サボテンソフトクリームもすごいただの魚さん、ごじゅうこちゃん、完了しました、ありがとうございます。おまいこちゃん、こんばんは。サボテンすごいね。味はじゃあ白ぶどうみたいな味がするのか。サボテンステーキってどんな味がするんだろうね。すごーい。すごい、ちゃんと緑だった。しかもなんかサボテンのトゲトゲした部分もちゃんとあった。すごバッツさん、ハート、ありがとうございます。で、どんな味だろう。朝ドラ最後の5分だ最後の5分だけ急に見て、最後の5分だけだったら絶対に、もう何もわかんないこんばんは、それ、こんばんは。サボテンって食べたことないからね、見るものだと思ってた。やっぽやっほー。食べれるのは知ってた。初めましてでした。食べれることは初めましてでした。サボテン、食べてみたいな。どんな味がするんだろう。
なんかトゲトゲどんな感じになってるんだろう、サボテンステーキ。ちゃんとなんかチクチクした部分もあった。白い恋人さん、バラありがとうございます。ワクチンと、あ、お疲れ様です。ありなさいませんね。え、そう、朝ドラ、そう、次の話がめちゃめちゃ気になりますよね。早くもう明日の8時になってほしい。ただの魚さん、リップありがとうございます。サボテン食べれるなら食べてみたいな、気になっちゃう。私はなんかどんな味か気になって食べてみたいな。たっちゃんハート100個ありがとうございます。気になっちゃうな、私はサボテン。気になるね。美味しい、まあそれは置いといて、どんな味なのか気になるな。食感も気になるし、本当に想像がつかない。で、硬そうな気もするし、で、硬そうだなーと思って食べたらさ、やばかったりしてさ、あー、そういうのあったら絶対面白いから、私は食べてみたい、サボテン。え、サボテンそのものは食べれるの？植物は食べれるの？お肉じゃないの？食べてみたい、サボテン。家のサボテン食べるのはちょっとなんか、ちょっとなんか罪悪感が生まれちゃうので、ずっと飾ってあってね、ずっと飾ってあって毎日のように見てたのに急に食べちゃうのはちょっと罪悪感が生まれちゃうので、お店に行きたいと思います。キュウリだよ、キュウリだよ。こんばんは、こんばんは。あ、食用のサボテンがあるのか。そうなのか。じゃあ家のは絶対に食用じゃない。食べれない、食べれない。ごめんなさいね、家のは多分ちゃんとした植物でした。食用のサボテン、なるほどなるほど。いいですね。いつか食べてみたいな。なんかセロリっぽいって言われたらそんな感じもするし、アロエっぽそうって言われてもそんな感じがする。わー、いいね。サボテンって話しかけると理解して、本当に言ってる？話しかけてる？話しかけ、じゃあ話しかけてない。そうなの、理解してるの。え、理解してどうなるの？ごめんなさいね。理解して、へえ、この人はそんなこと思ってるんだって思われるのかな。バーチさん、花束ありがとうございます。ね、想像と違ったら絶対に面白い。びっくりしちゃうけどね、口に入れた瞬間何事ってなっちゃうけど。そう、サボテン、サボテン、そう、サボテンのね、サボテンサイダーの話を聞いて、ちょっとサボテンの話にちょっと花が咲いてしまった。マサラッキさん、ハート100個ありがとうございます。心が通じるの。じゃあ私がさ、サボテンにさ、こんなことがあってこういうことが嫌だったんだよねって愚痴とか言ってたらさ、サボテンはこの人こんなこと思ってるんだって知ってるんだ、知っちゃうことになるんだ。あれ、サボテンどこか行っちゃう。サボテン今ちょっとどこかいないけど、今うちのサボテン日光浴してた。朝顔も鼻の咲き方変わる。あ、じゃあ私がさ、すっごいさ、すっごいなんかすごいさ、悪口がめちゃくちゃふへーって言ってたらさ、ちょっとさ、あ、朝顔の咲き方もさ、ふーってなっちゃうのかな。青臭さと酸味、青臭さが、まあ、確かにありそうな気もする。きゅうりと似てるのかな、青臭いって。ね、サボテン、話しかけて、でも話しかけてみようかな。ね、そう、グレてサボテンになっちゃうのかな、グレて朝顔になっちゃうのかな。私がじゃあ代わりにね、ハッピーな話をたくさんしたらハッピーなサボテンになるのかな。どうなんだろう。
と今度話しかけてみよう。そういう話じゃないのかな。うわ、ちょっとどこにいるかわからないからさ、今お母さんが動いてるんですよ。後ろにいそうだなってところに頭持ってきてるんだけど、果たしてここにいるのかわからない。帰ってきた。ただの魚さんレインボーの星ありがとうございます、ね、サボテンにも。へえ、今度話しかけてみる。でもさ、サボテンはさ、その話をさ理解してどうするんだろう。聞き上手なのかな。うん、やすプッチンさん、ごめんなさい、流れ星ありがとうございます。くくしゃみが出そう。せなちさんレインボーの星ありがとうございます。くやすけさん花束ありがとうございます。おう、やばい、ショールームするとくしゃみ出ちゃう。ね、聞き上手なのかな。バウチさんかわいい、ありがとうございます。聞き上手ね、返答はしてくれないじゃん。あ、折れてる。うちのサボテン、ね、サボテンってこんな育ち方するのかな。でね、初めて見たの私は、このサボテンの伸び具合は。サボテンってこんな伸び方する。ね、はじめまして、田中よりです。あ、559日、ありがとうございます。そう、あなたたちはよくね、姿勢が伸びますね。羨ましい限りです。トゲが痛いと聞いたので、ちょっと触れませんがね。まあ、これからも元気に育ってくださると嬉しいです。理解してるのかな。やっほー、どう、眠い、どうなんだろう、しくよろ。やすけさんかわいい、ありがとうございます。そう、すごい元気に育ってる。ただの魚さん花束ありがとうございます。そうね、サボテンってこんな風に育つんだって初めて知った。なんかアニメとかさで出てくる、なんかちゃんと形、こういうさムルッとした形のサボテンしか見たことなかったから、サボテンってこんな伸び方するんだっていう。初耳、初めて見た。グラハムさん綺麗でありがとうございます。スペイン語無理だ。そうそうそう、絵文字のイメージ、この絵文字のイメージしかなかったの、サボテン。だからこういうね、そう、こんな独特なの成長の仕方をされるのかとびっくりしました。かなり独特だよね、すごい個性豊か。なんか確かに言われてみればアロエに似てるかも。なんかアロエと同じ味がしそうだけど、こんばんは、こんばんは。品種わかんないね、なんかね、そう不明です。ただタンタンさん持ってありがとうございます。キュウリのアバターサボテンに見えば、確かにね、形がね、色もね似てる。サボテンもいろんな形、そうなのですか、サボテンもいろんな、そうなんだね、十二通りの。話しかけてみよう。元気ですかって言って、日光浴いかがでしたかって。今日天気良かったからね、ちゃんと日光浴できたんじゃないかなと思います。多肉植物、サボテンサボテンってすごいんだね。ふう、初めてこんなサボテンについてすっごいすっごい考えたんだけど、サボテンって食べれるんだ、サボテンっていろんな種類があるんだ、
サボテンって話理解できるんだと思って。ね、いやー、そう、理解、理解してどうする一番気になる理解した次は何なんだろうっていう。ああ、ハッピーな話したらじゃあ元気に育ってくれるのかな。だから私できるだけハッピーな話しよう。グッモーニングって言って目、サボテンすごい。宮崎に行ったらそうなの。へえ、帰宅所だ。おはようございます。じゃあ毎日ハッピーな話をして元気に育ってくれるように。今日も可愛いねって言って、今日もイケてるねって言って褒めちぎっていきたいと思いますチリニャンさん、アイスありがとうございます。ね、いい形のサボテンになってくれるのか。サボテン花咲いてないね。持って帰ってきたでしょ。違うのある。置きっぱ違うのがある。ちゃんと、うん、兄さんの家にあるの、うん、兄さんのお兄さんの家にもサボテンがあるみたい次の日枯れたらもう話しかけないよ私どうしよう。私が書いて「おはよう」って、今日も可愛いね、今日もイケてるね、今日も最高だねって言ってさ、次の日ふんってなってた次にふんふんってなってたらもうちょっと話しかけるのやめますねサボテンのためにもただタンタンさん50巻倒しなきゃ感じ、ありがとうございます。後ろはサボテンじゃないよ、なんかで植物。なんだろう、サボテン、なんでサボテン集め出したの。可愛かったからだって可愛かったからお母さんが、ね、サボテンを買って、そのお兄ちゃんのお家にもサボテンを置いたの、置いたらしい。ただの魚さん、ハートありがとうございます。毎日ちょっとなんでなんでは厳しいかな、ちょっと私の手が終わってしまううーんとなっちゃう。ね、褒められて大きくなるタイプだと信じて、褒めに褒めて毎日褒めていきたいと。今日もね、そのトゲトゲチクチクがね、すっごい最高にいけてると思う。かっこいい。左の子はちょっとトゲがちょっとなんかホサホサってしてて最高に可愛いと思う。グッこんばんは、こんばんは。あ、もしかしたら怒られたいサボテンかもしれない。うわー、それはちょっと厳しいかな。なんでそんなね、いけてると思う。最初は褒めていこう。やっぱり褒めてそれでちょっと次の日元気なくなったら怒っていく今日もいいと思う。かっこいいよ、いけてるぜ、かわいいよ。それでバウチのハート10個ありがとうございます。3番もうさ、もうお友達なのよね、怒られたい派の方だったらちょっと明日から怒ろうかな。ちょっとしばらく褒めて過ごして、それでね、元気なくなったら怒っていこうと思う。結構割といるね、この人たち。いつからかは分からないけど、いつの間にかいたんだけど、結構前からいらっしゃる。うん、ただの魚さん、クリありがとうございます。ジェイさん、ラブレターありがとうございます。アメとムチって言いますからね、怒ってすごい褒めてみたいなスナッチさん、クリありがとうございます。おさまサナさん、ハートありがとうございます。ね、そうね、アメとムチを上手に使ってサボテンと仲良く、サボテンがより元気に育ってくれるように頑張りたいと思います。水より毎日は、うん、やっほーやっほー、上げて下げてちょっと上手にしていきたいと思います。
またね、サボテンちゃん。こんばんは、こんばんは。そうだ、今日はもうサボテンとはガラリと話が変わりますが、最近また買ってしまったプチブロック、ちょっと恐竜からは離れて、まあ、同じ動物さんですけど、本日は可愛いライオンさんに挑戦したいと思います。対象年齢12歳以上、上がってない？上がってない？前6歳だったよね。あら、あったった、これレベルも上がったのかな、どうなんだろう。対象年齢が12歳以上になってます。前置きですね、私12歳超えてるので、本日はライオンを作っていきたいと思います。新たな仲間を作っていきたいと思います。あ、いるよね、ちょっと待ってね。いいよ、鼻が通った。よいしょ、ブラキオサウルスさんとこの子たち、魚さん、いいね、ありがとうございます。ライオン結構難しかった？のんびりやっていこうのんびりやっていこう。確かに対象年齢が上がってるもん。この前までこのお二方はね、6歳以上だったんです。かな、かわいい。よすけさん、かわいい、ありがとうございます。ぼうちさん、ありがとうございます。それでは本日は、ね、ねねさん作ってらっしゃいましたね。スマホ首だったねねさんのつけた名前がみきまりこ、まりこだよ。ライオンを作った。あ、すごい、土台もちゃんとある。土台、あ、その2つも12歳以上だった。ずっと対象年齢6歳以上だと思ってた。よし、作っていこう。とりあえず何種類かブロックがあるので、ブロックごとにね、あのクラス分けをしたいと思います。あさま、サナさん、ご時間と終わりました、ありがとうございます。完成するまで頑張ろう。まあまあ、もうね、ブロックをねこうやって作るのも私3回目ですからと思って、自信満々でやっていきたいと思います。とりあえずクラス分けからね。なんかパーツが少ない気もするけど、そんなことがない気もする。ちょ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 るちょるちょるちょ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 るチュルル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 。そうだ、サンバディじゃねえだ。自分が歌った曲が気になってきちゃう。クラス分け、クラス分け。今日もう、もうベテランですと思って。まあまあまあ、いけるでしょ。よいしょ。チリニャンさん、タコさん、ありがとうございます。ジェイ、カンタさん、ハート100個、ありがとうございます。トゥトゥクトゥ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 、クラス分け、皆さん仲良く分かれてください。おのおのね、皆さん自分のクラスに分かれてください。
うわなんか違う、うわすごい似てるのに全然違った。おのおの別れてね、仲良くしてくださいです。よいしょよいしょ。どうだろう、パーツ少ない気がしたけどそんなことないかも。なんかパッと見あれ今までに比べてパーツが少ないって思ったけど全然そんなことなかった。ライオン、ライオン、ライオン、ライオンさん、ライオンさん、うん、クラス分け中プチブロックしてます。ブロック、ブロック、プチブロック。ライオン作ります。作ってます。作ます。オッケー。マウチさんファイト。ありがとうございます。ね、パーツはね、今までと大きさはね、変わらない。よいしょ。うん、くしゃみをたくさんしたら眠たくなっちゃわないですか？ちょっとここで一つ花粉症あるある。くしゃみをすると眠たくなる。自分だけかも。よいしょ。あとは何かな、花粉症ある。鼻を噛みすぎて鼻が痛い。学校に前箱ティッシュを持っていく。花粉症あるある。ね、完成するまで楽しみ。ケリできるね、100均すごいですよね。いろんなのが売ってる。ジェイさん、レインボーの星ありがとうございます。キュリだよキュリだよ。なんだろうな、花粉症あるある。お家に、お家でお家にね、柔らかいティッシュがなくなるともうすごいやばいやばいやばいってすごい焦ります。なんか普通のさティッシュと鼻をさ噛む用の柔らかいティッシュがあるじゃないですか。柔らかいティッシュがなくなるとすっごいもう焦ります。やばい、柔らかいティッシュがない。はぁ、ちょっちりにゃんさん、たやきありがとうございます。白い首人さん、ハートありがとうございます。それ全部100、そうです、これ100円100円です。学校で鼻うがいはまだしたことないな。なんかね、学校にさ1人か2人はさ、あの花粉症さんのためのなんかメガネみたいな透明なメガネをつけている人がいる、つけている人がいたというか学校にいました。ちゃんとあの花粉症さん用の透明なメガネっていうのかな、あれゴーグルっていうのかな、おお取れちゃった。それをつけてる方が、おお、みんなくるくる回っていっちゃった。つけてる方がいらっしゃいました。あとは何だろう、キキモリコモリコだよ。そう、普通のね、普通のねティッシュでね鼻かぶとね鼻が痛くなっちゃうよね。鼻かみすぎた次の日は鼻がめちゃめちゃ痛い。あと鼻かみすぎて耳が痛くなる。このところでクラス分けができたので早速1番からやっていきたいと思います。もう今回はもう早速土台にくっつけていくみたい。パチッて、マサラッキさん、バラありがとうございます。うん、確かに外出しててねティッシュなくなると焦るよね。
私めっちゃ学校のティッシュにポケットティッシュめっちゃ入れてた。いつそうやってなんか鼻炎とかアレルギーが出てくるかわからないから、バッグにポケットティッシュ5つぐらいいつも入れてた5つぐらいガーって入れて一応あのそのティッシュ用の袋も持っていってたそうさ、なくなったらもう焦っちゃうからね、もうやばい、ティッシュがないってなっちゃうから。ジェイさん、レインボーの星ありがとうございます。じゃあやっていきたいと思います。おお、1段階目は割とスムーズなんじゃないって感じ。まあ、やっぱね、3回目ですから、私慣れたもんですよ、多分。私はめちゃめちゃ学校にティッシュ持って行ってました。ないと不安になっちゃうから。ね、足から組み立てるみたい。たっちゃんラブレター、ありがとうございます。わかる、今でもね、それでね、あのどっか出かけるときにティッシュないと不安になっちゃう。あんたどっから来たんだろう。こっちか、あなた今日ずっと迷子だよ、あなた。どうしたのあんた、どこっち、こっちかね。どれぐらいできるかな。こんなこと言ってめっちゃ時間かかったらどうしよう2の2 2の2。よし、で、その上に茶色い足も乗っけていきます。え、あ、びっくりした。え、全然ブロック足りないじゃんと思ったら色が違ったすごいね、絵で見てね、すごいこれとこれの違いが分かんなくて、ブロックの数が足りないと思ったら違う色のブロック見てたこっちか。で、1個、同じところにもう1個、ライオンの足から作っていきます。そして1個、ライオン、こんばんは、こんばんは。そう、微妙なね、色の違いがありました。ね、ティッシュって大事、本当に。もう本当にお世話になってる、いつも。特にこの時期とかたくさんお世話になってる。よいしょ。1はね、割とスムーズに終わったよ。はまらないよ。1終わり。段階1、足ですね、ライオンさんの。ね、色が可愛い。もうなんかすでに可愛いけど、これで終わりにする？いいんじゃない？もう可愛いからね。もうすでに色合いが可愛い。色合いが可愛い。いいか、これ完成？いいんじゃない？可愛いじゃない？それじゃあ、まあまあまあ並べとこうかな、ここで。続けていきます。見に行きます。お疲れ様です、お疲れ様です。1,2,3,4,5 1,2 1,2 1,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 
がくっつき始めちゃう。うん、わあ急に難しい急に難しいこと言い出すじゃん。
まあとりあえずやっていこう。三つ足のこことここがくっついた。わっ、くっついちゃった。三つ足のこことここがくっつく。おお、くっついちゃったよ。四つ足のこことここがくっつく。あっ、やだ、落ちちゃった。くっついちゃった。で、ここからが問題は、うう、僕には難しい。僕にはとても難しい。何が始まる。あ、わかった、こういうことだね。ね、次は上ができないとくっつけられないってこと？ちょっと難しくない？ん？今回は8工程です。8工程ね、難易度アップ。2番に2番で急に難易度アップ。これはやめよう。一回外しますね。こうやって足にくっつけることから始めようと思ったんだけど、あの先にパーツ作って足にくっつけたいと思います。そっちのやり方に変更。そっちの方がきっといい気がしてきた。お、田中より3回目にして進歩です。何がいいやり方か考えるようになった。最初からちょっと考えてほしいけどね。それは言わない。よしよし、もう一回足に戻ります。後戻りで、こうやってなんかね、これとこれ、これに足くっつけないといけないから、まずここの部分だけ作ることにします。この上の茶色い部分だけね、作っちゃおうと思う。レッツゴー。3本足の端っこと、ここの端っこがくっついて、お？なんだ君たち、非常に難しくなるじゃないか。困った困った、パンナコッタちゃんが出てきちゃいそう。で、何本足？これ3本足か。こういうことか。うん、ふむふむ。ふむふむ？へむへむ。ふむふにふざけちゃいそうになっちゃダメだ。なるほどなるほど。こんばんは、こんばんは。で、ほんでと、3本のところを1個だけ出してくっついて、ゴツンコ。そして1段下げてゴツンコ。いいんじゃない？順調ですよ。バウチのハート、ありがとうございます。なんかレゴみたいなのかな、こういうもの。完成したらこういうちっちゃいブロックをね、くっつけて、こういうブロックくっつけて、こういうのが完成する。プチブロックです。よし、いい感じじゃないと思ってる、勝手に一人で。急に寂しくなっちゃう。ごっつんで、任せなさい。すごい、急に強気になってきちゃった。で、ここをくっつけるんでしょ。あららららら、いいじゃない。で、こうなってるんだよね。一個飛び出て前なら、一個飛び出ないんだ。で、わーい、あ、すごい、え、できてる気がする。
で、ここの前から 1,2,3 番目とここがくっつく。3番目ってここかな。できた。これの部分ができたので、これは足の部分にガチッとくっつけます。ガッチリよく見てるの日曜日こういうことかな。どういうことかな。こういうこと？あ、こういうことだね。くっつくかな。わあ、くっついた。わあ、くっついた。出来上がり。とりあえず二段階もおしまい。そう、ライオン作ってますね、今。ライオン、完成図はこれ。ね。でも、ちょっと、赤ひ何も見えてないね。何も見えなかったね、今。ちょっとこれ、不安だね。ちゃんともうちょっとちゃんとくっついてほしいね。あ、そうそう、イエスイエスイエス。イエス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 。くっついてくれました。あんまり触りすぎず。こんな感じで次3に行きたいと思います。バチさん頑張れ、ありがとうございます。それでは続いて3、髪型出た、ありがとうございます。3番も足元です。足元まではいかないけど、ちょっと胴体、足元、胴体取ってたらちょっと区別がつかない。ちょっと胴体使うものを準備します。1,2,1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,OK ね、慣れてきた。チリニャンさん、綺麗なお水ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。ね、順調順調。これはこのままひっつけても良さげな気がするので、次はもうそのまま説明にある通りこの出来上がったものにくっつけていきたいと思います。ペチペチと。すごい、私は順調だわ。端っこと端っこをくっつける。こっつんこー。あ、こっつんこしないのはまらなくなったら不安になっちゃう。オッケーオッケー。ガツンガツンガツンか。3,2,3,3 ガツンガツンガツンか。でもこれあんまり押しすぎるとね、あの一番下の支えがないのでね、あのペシって下に落ちちゃうから、それだけ気をつけて。順調順調順調です。とっても3個目にしてコツをつかんできました。とっても順調です。こんばんは、こんばんは。長いからこんばんは、こんばんは。よいしょ。ライオン。失礼失礼。で、すごい順調なんだけど。素晴らしいんじゃない？もしかしてだけど。わあ、すーあら順調。なんかびっくりするぐらい順調に進んでる、ね、今までの他の2つに比べたらすごく順調に進んでて自分でもびっくりしちゃう。
ね、びっくりした。それで端っこの1個と1個をくっつけます。ガツンか。それであなたも同じようにガツンか。そしたらこことここでガツンか。ね、年もね19歳になったからね。対象年齢から7つも上ですから慣れたんでしょうかな。33でもすごいこのプチブロックハマってます。めちゃめちゃ楽しい。ぜひ100均にね売ってるので、ダイソーに売ってるので、ぜひ皆さん一度やってみてください。私はすごくすごくハマりました。そう、100円のクオリティじゃないし、そうすっごく楽しいし、いろんな種類があります。動物以外にも乗り物とかもあった。よし、おしまい。3段階目、ちょっとだんだん体ができてき始めました。こんばんは。こんばんはね、とっても楽しいですよ。だんだんライオンさんの体ができ始めました。レッツゴー。4段階目にもう順調です。非常に順調に進んでます。田中さん、またね使うブロックを選んでいって2個2個1個2個4個1個、よし、やっていきましょう。ね、もうライオンで、もうライオンでいっか。じゃあ、じゃあいっか。オッケー。完成。なんか確かに遠くから見たらさ、ライオンいそうなんだもん。いそうじゃない？なんか。なんかもう周りにさ。恐竜さん方が並んでらっしゃるからさ。もう、オッケー、ライオン。首なしライオン、よし、やっていこう。続いて4段階目に移りたいと思います。4、信じちゃうの花束ありがとうございます。どういうことだ。これもくっつけていく感じでいいのかな。とりあえずやろう。まあいいか、いいから行く、やろうやろう。1番目と2番目がごっつんか。あー、だんだんライオンのお顔に近づいてきてますね。落としちゃった。飽きてないわよ、楽しいですよ。一個飛び出て前なら、曲が違うんですよね。一歩進んで前なら、一歩進んで偉い人、ひっくり返ってペコリンコ。ね、ライオン感出てきましたよ。もうすでにライオン感あるからね。お疲れ様でした。終わっちゃおう。うー、あれ、はまらないね。うー、あれ、はまらないね。うー、あれ、あれ、いい？あら、はまら、はま、はま、はまってほしいな。こんばんは、こんばんは。あ、はまった。
ハマったハマったハマっちゃった。そしたら続いて選手入場。バン、ここですね。すごい、なんか慣れてきましたね、本当に自分でも思っちゃう、慣れてきたなって。自画自賛しちゃうくらい。そうなってるんだ、すごーい。すごーい、なんかすごいよ。確かに今までに比べたら難しいのかな、難しくなってる気がしてきた。よいしょ、はまってほしいな。あ、そこだよ、君の居場所は。あれ、今日から君の居場所はここだよ。ハマってほしいな。お願いだ。ハマってくれ。うん。あんまりハマってくれない。ね、ワレスさん50歳かに。ありがとうございます。選手交代。あ、ハマってくれた。でもね、同じ形のブロックでもね、ハマってくれない子がたまにいるので、そんな時は選手を交代します。よっよっよっ、わーお、わーすごい、だんだんなんかたてがみ部分に近づいてきてるのかもしれない。どうなんだ、本日スムーズです。田中さん、今こんな感じ、まだ終わってないけど、ちょっとだんだんね、ライオンのたてがみ部分に侵入してきてます。よいしょよいしょよいしょ。わーすごい、ライオンだもん。あー、ライオンっぽさがすごい出てきてます。あー、今回ライオン動くところある。ライオンも動く、うわー嬉しい。よいしょよいしょ、待ってほしいな。ごつんこして頑張って、痛い、頑張って、ありがとう、くっついてくれた。でここもくっついてほしいな。よいしょ、くっついて頑張って、ファイトー。あ、くつか。よっ、くっついてほしいな。よっ、痛いよー。さあ、くっついて。あ、くっついた。優しい。そしたら、あら、こことここがくっつきます。ごつん、あら、ごつんして、頑張って頑張って、あー、ごつんした、見て。さあどこでしょう、さあどこでしょう。絶対にありえない形にしておきます。続いて4段階が終わったので次5に行きます。グランハムさん頑張れ、ありがとうございます。続いて5、
こんな形になることはないんだろうけど、ちょっと今だけ、今だけ。多分ライオンが完成したらね、ここの部分はこんな形にはなれないでしょう。わあ。でまた使うものだけ選んで2個、2個、2個、4個、2個、ドーナツのドー、レモンのレ、みんなのみ、ファウハイトのファ、ソは青い空、ラはラッパのラ、シは幸せよ。あー、くしゃみが出そう。ね、ドレミの歌だった。シえっ飲もうかしら。たまにさ、鼻かみながらくしゃみしちゃう、すっごいびっくりするぐらい高音が鳴っちゃうんだよね。ほう。ね、時計が鳴るとね、時間、えっ、あー、時間わかりますよね。5人行きます。5、ほっ、ぱ、き、ほー、 OK。わっちゃん可愛い、ありがとうございます。花粉症です。もうしょうがない、この時期は仲良くしよう、花粉症ちゃんという気持ちで生きてます。大丈夫よ、ありがとうございます。そう、くしゃみたくさんするとね、目がね、うるうるしちゃうんですよ。パー、まあ寝たらこっちのもんですね。寝たらくしゃみなんか出ない、私の勝ちだ。あれ、うん、うん、びっくりした、間違えちゃったかと思った。そしたら2個飛び出る。2個飛び出るね、だいぶでき始めた。2個飛び出る。そしたら、うん、なるほど。佐賀さん、レインボーのありがとうございます。目はね、アレルギーの目薬をしたら全然痒くならなかった、今日。そう、ちょっとね、なんか使ってなかったんだけど、早く使ってって感じなんだけど、そうなの、なんか目薬、アレルギー用の目薬持ってたんだけどね、ずっとね、なんかいいやと思ってしてなかったの。でも今日の朝、お外出る前にそうやってアレルギー用の目薬をしていったら、もう何にも、無敵だった。今なら何にでも勝てる気がするぐらい無敵だった。白い恋人さん、ハートありがとうございます。たちゃん、ハートありがとうございます。チリニャンさん、氷のたこさん、ありがとうございます。そう、目薬さんのおかげで私は本日無敵に生活ができました。ありがたい、非常に非常にありがたい。
よいしょ。うん。あ、はまった。よいしょ。ね、目薬すっごい大事だなと思いました。ありがとう目薬と置くと、ここがごつんこか。わーすごい、だんだんライオン味が増してきた。びっくりした、壊れちゃった。だんだんちょっとライオンの顔ができてきてる。すごい、これ考える人やっぱりすごいですね。想像がつかないもん。こうやってこのここのブロックをここにしたらこういうこういう歯みたいになるぞとか考えられない。すごい、すごいな。よいしょよいしょ。で続いて、すごい、あら、だライオンよ、もう完成していいぐらいライオンさんになってきた。ごつんこ、あなたもあなたも一緒にごつんこ、さあ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 仲良くごつんこ。あなたは、あなたの居場所はここです。あ、違う、そうだよね、あなたの居場所もここです。よいしょ、あれ、よいしょ。お、5段階目おしまい。見て、もうライオンの顔半分ぐらい、顔下半分ぐらいができてきた。ほら、さっきのここできたね。もうライオンだ、 OK 終了。皆さんハートありがとうございますね。すごいね、これたくさんありますよ。動物以外にも食べ物とかもあったし、乗り物とかもあった。ね、すごい。わあ、ジェイさんハートありがとうございます。佐賀さん50巻とありがとうございます。七色公園イエローは、イエロー再開初日はあさってです。七色公演自体再開は明日です。で、楽しみ。よし、続いて6段階目に行ってまいりたいと思います。レッツゴー。ニコニコニコ、ね、完成まですごく順調に進んでる。でライオンと仲良くなってみたいんだよね。なんかライオンと仲良くなったら無敵じゃないですか。ライオンとかゴリラとかクマと仲良くなりたい。あんまりでも動物さんと一緒に住んだことがないから、どうやって接するのが正解なのか、ちょっと私はまだぎこちないね。ジャングルに。ね、ライオンさんとかクマさんとかゴリラさんと仲良くなりたいな。お近づきになりたい。やっぱ憧れですよね、小さい頃からの。やっぱなんか、やっぱ憧れちゃうんだよね。だってもう
もう最強に強いね皆様じゃないですか。チーターとかさ、わあいいね。ホワイトドラゴン、ホワイトデカちゃん、ホワイトタイガーだ。ドラゴン言うちまった。ホワイトタイガーとかもさ、めちゃめちゃかっこいいじゃないですか。憧れちゃうね。お近づきに一度はなってみたいな。一度は。しなさん、はじめまして。はじめまして。お猿さんもいいね。楽しそう、お猿さんと一緒にいたら。そんなことないのかな。どうなんだろう。私あのメガネザルがすごい好き。可愛くない、あのめっくりっくりのさ。あ、俺もオラウータンとかも好き。ワニ飼えるの、ワニ最強じゃん。強すぎるよ。どうする、おワニ飼ってさ、ワニをさ一緒にさ飼ってさ、自分ちのさ、さあお風呂入ろうと思ってガチャって開けたらワニがお先って言って入って。びっくりしちゃうよね。あー今日も疲れた、お風呂入ろうと思ってガチャッと扉開けたら湯船にワニがいて、いや面白い光景。他の動物でもそうだよね。自分がさ、あ今日疲れたなと思ってさ、バーンってさお風呂のドア開けたらさ、お猿さんとかこうやってあーいい湯だなーって使ってたら、いいな、うわ楽しそう、想像するだけですごい楽しそう。ねえ、お猿いいな、お猿さんね、ちゃんとあのよくさ、なんかね、よくイラストとかで見る、こうやってねタオル上にかけてほしい。あ、ペンギンいいね。お風呂場ですぐ滑ってるかもしれない。あー楽しそう。ちなっちさん、レインボーの星ありがとうございます。うん、いいね、最高。うわいいな、なんか憧れちゃうね。面白いな、いいな。ね、そう、お風呂ね、ペンギンもね、お風呂場でシューって滑ってね、あの氷じゃないけどね、お風呂場ちょっとまあ滑りやすいからさ、そういうところでさ滑ってたらさ、いいね、なんか面白い光景ですね。そんなそんなオタクが本当にあったらいいの。ね、熊さんにね、お背中流しましょうか言うてね、熊と一緒に川に行ってさ、私は火を起こす係で、熊は魚を取る係って、すごいじゃん、すごい適任じゃん。ちゃんとね役割分担ができる、いいね。熊と一緒にバーベキューとかしたらさ、ね、最強、どこまで行っても守ってくれそう。どうだろう、仲良くならないとね、まずね。はるみさん、ご時間と終了しました、ありがとうございます。元気、マリカ、マリカだよ。あの滑り方にはトボン、へえ、トボンガン、へえ、初耳ね。蜂蜜ね、蜂蜜食べたいってね。本当にクマって蜂蜜食べるの。トモちゃんさん、お猿さんありがとうございます。ウッキウッキモンキー、ただの魚さん、ボールに乗ったネズミさん、ありがとうございます。どうなんだろう、あーゾウさんの背中に乗ってみたい。憧れがいっぱいあるの。
さんと仲良くなりたいな。ライオンと一緒に寝たい。強っもう最強すぎる。ライオンと一緒に寝て、ホワイトタイガーと一緒に走り回りたい。うわいいな、憧れホワイトタイガーとさリレーしたら最強じゃないですか。自分のチームにホワイトタイガー最強さめちゃめちゃ強いのよ動物園白クマの、本当にクマさんが、クマさんじゃなくハチミツ好きなんですね。ゾウの鼻の上なんかよく絵本で見た。いいね、いやいいね。ねリレーのさチームでさね、選手決めとかあったら絶対にねホワイトタイガー選びますよ。うわいいの、楽しそう。ねリレーねするときにチーム分けしたら絶対チーターさん、ね、大人気。ゾウさん馬さんの上にも乗ったことないんだよね実は。実はでもゾウさんもさ一歩がでかそうじゃない。ボンなんならね2歩ぐらいでさもう半周終わっちゃいそう。リレーのなんだろう走る自分の距離。体もさ大きくてさ一歩もでかいからさなんか1,2はい次の人ってでなりそうな気がする。わあいいね、楽しそうだな。キリンね、キリンめっちゃ美脚よキリンさんめちゃめちゃ美脚よ。足長くて首長くて、あでもあれ背骨なのか。ゾーンめっちゃ速い。ホワイトタイガー確かにホワイトタイガーコーナー曲がるの苦手そうだねしょーいそのまままっすぐ行っちゃいそう、突っ走って行っちゃいそう。確かに確かに、そう考えるとお猿さんとか得意そうじゃない。ダメだ、はまらない。はよ、え、どうなんだろう。うわいいな、あカンガルーいいな、カンガルーいいな。カンガルーと仲良くなりたいな。赤ちゃんの頃に戻ってカンガルーのポケットの中に入れてほしいな。お邪魔したい。ちょっとどんな感じなんだろう。こんばんは、こんばんは。なんか頭の中はこのままで体だけ小さくなってカンガルーさんのポケットの中にお邪魔してみたい。どんな感じなんだろう居心地。うん、6おしまい。もう結構ライオンさんじゃない？もうライオンさんよ結構。あとはお耳とかかな。ちょっとしたこと、最後の段階に行きたいと思います。ねもうライオン、カンガルー、あったね。なんかカンガルー喧嘩すると結構すごいらしいですね。ペンペンペンってパッツね、痛そう。喧嘩だけはしたくないな。仲良くしよう、絶対怒らせないやだやだ。よいしょ、コアラ、うわコアラいいな。うわいいな、なんかいいですね。
ね、キックパンチ強そうですね。強いってなんか見たことある、一回すっごい強かった。確かに わーすーごい。あ、なるへそびっくりしちゃった。で、もう少しで完成です。袋の中で、あ、パンダ好きよ。パンダいいよね。私レッサーパンダが好き。かわいい。ここか。ふむふむ。とてもとても好きです、レッサーパンダちゃん。なんかレッサーパンダのね、写真買ったことありますよ。動物園に行った時にね、レッサーパンダの写真が売ってあって、そう、買って帰りました。なんか生写真みたいな。いいなぁ。いいな、動物さんとお近づきになりたい、仲良くなりたいな。で、続いてどちら様？こちらは。あ、なるほど。あー、あとちょっとだ。ちょっと難しいな、最後。ここかな。どこだろう。急に分かんなくなってきちゃった。あれれ？あ、OK、失礼しました。分かりました。あ、ブロック違った使ってるの。分かった分かった分かったよ。あ、でもつけるの難しい。最後の最後にここつけるんだ、難しいな。すごい難しいところ。あ、失敗した。さあ行こう。すごい、最後の最後ですっごい難しいところにブロックをくっつけなきゃいけない。ライオンもまあまあパーツ余ります。結構割とパーツは余分に入ってるのでね、余ります。余ります。よいしょ。あ、すごい難しいところにブロックをはめなきゃ、こうツンコしなきゃいけない。いやー急に細かい作業が苦手な人が出てきちゃう。あ、オッケー。続きまして、続いての選手入場です。あ、あおお、すごい最後の最後で、すごいね。こういうもうなんかこういう細かいところに後ろからつけなきゃいけなくて、下からか、難しくてたまらないです。にょい、はまってくれ。うん、すごい。このね、ここにはめなきゃいけないの。